ブラジル代表レアルマンチェスターユナイテッドでリーダーシップを発揮するファイターカゼミロ。この動画ではカゼミロの面白いエピソード50連発でお送りします。カタールワールドカップ前のチュニジア戦2-1で勝利、本大会に向けチアゴシウバが熱弁を振るい、隣にいたカゼミロの背中を叩く。するとカゼミロは瞬間的に睨みつけ、しどろもどろにさせてしまう。本大会のスイス戦、自身のゴールで 1-0 で勝利し開幕2連勝を飾る。この大会期間中、カゼミロはブラジル代表の面々と FPS ゲームで生き抜き、過去に試合よりライブ配信するゲームの方が緊張するとも明かしている。なお SNS ではしっかりゲーム関連の案件投稿をこなし、着実に資産形成を進めている。ラウンド16の韓国戦、4-1で圧勝した一方、コールパコがリスペクトに欠けると一部で話題となった。またネイマールのフリーキックの場面、カゼミロはネイマールの顔を凝視、そして何かに気づくとネイマールの鼻に触れる謎のシーンがあった。ネット上では何してんのカゼミロ優しいとコメントされたが、スポーツ用の軟膏を塗り直してあげていたとメディアが報じた。そんなカゼミロはブラジルサンパウロ郊外の貧困地域で生まれが、5歳の時に母親との大喧嘩の末父親が家を出て行ってしまう。すると母親は清掃員など複数の仕事を掛け持ちし家計を支えた。3人兄弟の長男のカゼミロがサッカー選手を目指すのは必然だった。後のインタビューで、幼少期の頃はみんなが飲んでいるヨーグルト飲料を買う余裕がなく、いつも飲みたかったけどお金がなかったと涙ながらに語ったこともある。ちなみに2022年、こんな写真を SNS に投稿。日本人に馴染みが深いヤクルトが映り込んでおり、辛い幼少期の記憶をかき消そうとしているのではと推測された。なお自身の幼い息子にも与え、腸内環境を整えている。余談だが、日本でこんな画像を投稿しようものならママ垢が大集合し、この人のことは知りませんが、乳幼児期に甘いものは良くないですね、息子ちゃんがかわいそうと相談にあるに違いない。一方で自身の父親に対しネガティブな感情を持っているかと思いきや、彼に対する恨みはない、それが神が私に望んだこと、父親に会いたいと語り、成人ぶりを見せつけた。続けて会ったところで本物かどうか確かめようもないんだけどねと豪快に笑っていた。サッカーにのめり込むカゼミロは体格にも恵まれ背が高く、子供時代はフォワードだった。しかし12歳の頃、サンパウロのトライアルを受けた際、フォワードや攻撃的ミッドフィルダーにはあまりにライバルが多く、自身を守備的ミッドフィルダーと偽った。監督から嘘つけ、お前でかいしフォワードとして来ただろと問い詰められるも、いいえ僕は守備的ミッドフィルダーと最後まで粘った。この頃のこと、僕はディフェンシブミッドフィルダーだと自分に言い聞かせれたと明かしている。2010年にトップチームに昇格すると、同年7月にプロデビュー。翌月のクルゼイロ戦でプロ初ゴールを記録する。カゼミロは僕のサッカーできるのは母のおかげと話し、初任給では母親に家をプレゼントした。サンパウロでプレーして3年、レアルマドリードのカスティージャにレンタル移籍。トップチームの練習にも参加し、13年4月のベスト戦でデビューする。この試合前、モーリーニョに監督室に呼び出され、俺はサンパウロ時代からお前を知っている、いつも通り70メートルのロングパスを出せと言われ、カゼミロは部屋を出る時に自分が世界最高の選手なんだと感じた、止めがバッキバキになったと明かしている。14年7月、ロペテギ監督率いるポルトへレンタル移籍し攻守に活躍。するとポルトは1500万ユーロの買取オプションを行使する意向を示す。しかし保有元のレアルは逆に引き取りオプションを行使。結局レアルがポルトに750万ユーロを支払い、レアル復帰が決定した。ちなみにこの頃、スペイン代表監督就任が決まっていたロペテギから、スペイン国籍を取る気はあるかと冗談半分本気半分で聞かれている。なおすでにアンダーカテゴリのブラジル代表として出場歴があり、スペイン代表カゼミロの誕生は夢に消えた。ポルトでは背番号6、その前のレアルでは16番をつけていた。復帰した際に14番を選び、21か14を選べと言われたから、シャビアロンソと武器の14番を選んだ、彼らはいい手本だからねと明かし、宣言通り試合では正確なパスをバチクソに通していた。16年1月、成績不振からベニテスが解任され、ジダンが監督に就任。カゼミロは出場機会が減少するも、3月のレバンテ戦でレギュラーに返り咲く。なおジダンのことは幼少期から憧れ、彼は僕のアイドルでありクラブの伝説と語っている。貧しい幼少期、あまりヨーロッパサッカーを見てなかったが、その存在は別格だったという。レアルではジダンと共に多くのタイトルを獲得することになるが、いつまで経ってもジダンと喋るときは緊張しちゃう、とつぶらな瞳で見てると思うとじわります。同年5月、チャンピオンズリーグ決勝のアトレティコマドリード戦、 PK 戦の末に勝利し、自身のキャリアで初めてチャンピオンズリーグ制覇を飾る。 K
結局2023年までにあと4回トロフィーを掲げることになるのだが、レアルかマンチェスターユナイテッドに移籍が決まり、記者からチャンピオンズリーグには出場しないがと聞かれると、まあ5回優勝してるしねと冗談交じりに答えた。2015年のコパアメリカはサブメンバーだったが、チッチ監督体制ではブラジル代表のレギュラーとして活躍。南米予選でエクアドルとコロンビアに連勝し、チッチ監督が時間が言った通りいいバランスを与えてくれていると話す一方、カゼミロがこんないい選手だと思ってなかったと嬉しいサプライズだったことをぶっちゃけられる。17年2月、負傷による長期離脱から復帰したチャンピオンズリーグラウンド16、ナポリとのファーストレグ、ペナルティエリア内からダイレクトボレーでスーパーゴールを決める。海外ファンは、俺はクレだがこれはエグい、戦車やん、カゼミロ砲、とコメントし、世界に衝撃を与えた。この頃、インタビューで負けられと似ていると言われると、確かに少し似てるかも、でも、ジダンカーは、相手のマークだけでなく、ボールを使ったプレーも求められている、と明かし、ちょっと違う、と主張。なお、後にカンテとも比較されると、カンテは自由度が高いポジションでプレーしてる、守備的ミッドフィルダーはジョルジーニョだ、とこれも的外れだとやんわりと否定した。このようにいつも丁寧にメディア対応をするが、大体は、モドリッチとクロースは異次元、ママに自慢したいレベル、と結局自分のことじゃなく、2人を大絶賛して終わる。17年5月、勝利したグラナダ戦、試合後にインタビューを受けていると、一人の男の子が乱入、カゼミロにユニフォームをおねだりするほっこりし、男の子が警備員に連れてかれそうになると、ちょっと待って、あげるから、と警備員を呼び止め、インタビューが終わると、着ていたユニフォームを差し出す神対応を見せた。新加入のベイルはなかなかチームにフィットせず、マドリディスタからもブーイング。カゼミロは、彼は家族、最後まで味方だ、ポテンシャルはあるから、いつか良くなる、とファミリーのベイルを守った。一方で、ゴルフネタでもいじられまくるベイルは吹っ切れており、試合中にボトルフリップチャレンジに興じる。チームメイトに構ってチャンを発動するも、カゼミロは真剣な眼差しで試合に集中。やっとミリトンが真似をし始めて、カゼミロはやっと笑顔になった。クリスティアーノ・ロナウドが抜け、1819シーズンは得点力不足に悩まされていた。この頃、ロペテギ監督のもと、これまでより守備的な位置で起用されていたクロースは、自分はカゼミロではない、とメディアを通して不満をこぼす。さらに、キミシキがボランチでいいプレーをしてる、自分もやりやすかった、と話し、カゼミロきっかけでクロースの不満が爆発した。19年1月、セビージャ戦、スーパーミドルで勝利に貢献する。このゴールにセルヒオラモスが、あんなすごいテスタラッツは長く見ていない、と賛辞を送るが、カゼミロのシュートは右足で、頭ではない、とメディアにいじられてしまう。すると、ラモスは用語集を引用し、テスタラッツには2つの意味があり、打つ、の意味合いで使った、と SNS で釈明した。コパアメリカが開幕し、ブラジル代表の練習では、カゼミロがフリーキックをバチクソに決めていた。これには海外ファンが、キーパー、エデルソンなんだけどな、とコメントされたほか、ポルト時代のエグいフリーキックも発掘された。コパアメリカ終了後のバカンス中、娘とパリディズニーランドに行く予定だった。その頃、チームはプレシーズンマッチでアトレティコに衝撃の7失点。いても立ってもいられなかったカゼミロはバカンスを返上し早期合流。このこと、娘には、パパは仕事に行かなきゃいけないんだ、と伝えた、と明かしている。なお、23年のオフにはしっかりユニバーサルに行っている。娘ちゃん、よかったね、と思う一方、写真のカゼミロ様ご一行が多すぎてつぼります。ペルー代表との親善試合。前半にハイボールを競った場面でダビド・ネレスと激しく接触。カゼミロは一瞬意識が飛び、さらに出血してしまう。こういった時、止血のためにバンデージでぐるぐる巻きにするのが定番だが、ネレストとも、なぜか水冷キャップで試合に復帰した。同年9月、アトレティコとのマドリードダービーの裏で、自宅に強盗が侵入してしまう。ちなみに他にもイスコ、ベンゼマ、ジダンらも被害に遭い、4人組が逮捕。なお、警察が発表した被害総額は1万ユーロだった。20年1月、アトレティコに勝利し、スーペルコパ優勝。ジダンがカゼミロを見つけると、好意、悪路、またやったなモンスター、とレジェンドであり自身のアイドルに怪物認定され、無邪気な笑顔を見せる。同年10月、カタールワールドカップ南米予選のペルーとの試合に4-2で勝利。この試合ではブラジルに日本の PK、ペルーに2枚のレッドカードと審判が悪目立ち、ペルーサポには泥棒呼ばわりされてしまう。これにカゼミロは、レフェリーも間違えることもあり、我々は敬意を払う必要がある。南米では、我々はもう少しリスペクトを持たなければダメだ、とコメント。これにはペルーサポから、勝った奴がいるな、逆なら同じことするだろ、と叩かれてしまう。同じ頃、SNS にトレーニング風景を投稿。室内でサッカーボールやテニスボールをコントロールするのだが、カゼミロはなぜかサングラス姿。本人は至って真面目で視界を遮るためのものだが、ネイマールからは、X メンのサイクロックス、といじられたほか、海外ファンは、ナダルみたい、悪みろ、イエローカードの覇者、といったツッコミが入った。
21年4月、チャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグのリバプール戦、スコアレスに終わり、レアルが準決勝へ勝ち進んだこの試合で、マンオブザマッチに輝く。チャンピオンズリーグ公式アカウントは風見のが無双する動画を公開。なお、ベンゼマがミルナーに削られると、お返しとばかりにハードタックル。ちなみにこの時、相手選手に抗議された写真が撮られるが、後ろに写った時段は100点の笑顔だった。新型ウイルスの影響で1年延期されていたコパアメリカ。当初、アルゼンチンとコロンビアの共催のはずだったが、パンデミック影響などでコロンビアとアルゼンチンが開催地を返上。大会中止、と選手たちは思っていたが、開幕2週間前に急遽ブラジル開催に変更。不満を爆発させようと思っていたカゼミロだが、連盟に会見参加も禁止され、バチクソに切れていた。また、大会前の南米予選エクアドル戦には、もっと俺たちに喋らせろ、とぶち切れた。なお、強行開催された大会はアルゼンチンがブラジルを破って優勝。バッシングはなく、逆に国内の反応は冷ややかなものだった。結局、大会期間中だけでも選手やチーム関係者で36人、大会関係者を含めると179人が感染したと発表されている。同年8月、ベティス戦。1-0 で勝利したこの試合、ハードタックルが代名詞のカゼミオは、ボールと一緒に芯ごとタックルし、ぶっ飛ばしてしまう。冗談交じりにイエローカードを求めるもカードなし、というほっこりシーンとなった。なお、この試合の終了間には、ファウルで正真正銘のイエローカードをもらっている。同年12月、カディス戦は0-0で引き分け。この試合では、相手選手にガニ挟み、レッドカードではなくイエローカード止まりで、相手チームは猛抗議。試合後、このシーンを聞かれたアンチェロッチ監督は、レッドにするのはやりすぎだっただろう、リプレイは見ていないが、得意者に蓋をした。この頃、レアルの練習場付近でファンサービスする様子が投稿される。ビニシウスが車の中からファンにサインをしていると、その横を通り過ぎるカゼミオがジェスチャーで、マスクをしろ、と後輩をしろ。これにはネット上で、まさにチームリーダー、といじられた。22年5月、チャンピオンズリーグ決勝のリバプール戦。ビニシウスのゴールで 1-0 で勝利し、歓喜にはクロッカールームでは、陽気なブラジル人たちがダンスタイム。そんな中、カゼミロは、マルセロに丸刈りにされていた。なお、カゼミロはブラジル国籍の選手には珍しく、体にはタトゥーがなかったり、ダンスが苦手だったりする。とある試合後のインタビューで、ダンスして、とお願いされるも固くなに拒否。しかし、カゼミロ、ダンス、と検索して出てくる動画では、本当にブラジル人か、といった独特な舞を披露している。マルセロにダンスを教えてもらえなかったカゼミオだが、前日のマスク警察のように、東京の若手を優しく指導している。セレモニーで歓喜するビニシウスが、バッシングを受ける恐れがあるポーズを食い止めた動画も残されており、これには、カゼミロがビニシウスのキャリアを守った、と称賛されたほか、同じシーンの、音ゲー的なエフェクトを入れたネタ動画でいじられてしまう。22年8月、マンチェスターユナイテッドへの移籍が発表。レアルのスティピ、モドリッチからは、幸運を祈る、君は世界最高のボディガードだった。と賛辞を送られた一方で、もう一人のスキピ、クロースカーは、君は風呂でもリラックスさせてくれなかった、いっつもトレーニング。マンチェスターユナイテッドへの警告だが、風が横になるのを許してくれるのは、腹筋の時だけだ、と愛のあるいじりで送られた。後にマンチェスターシティ公式がクロースに究極の二択を出題。A、モドリッチと一緒にエベレストに登る。B、風見ろと総合格闘技で対戦する。の質問に対して、食い気味に、絶対モドリッチ、風見ろとは戦いたくねえ。鬼の速さで即答した。レアルお別れ会見で涙を流すカゼミオ。モドリッチとクロース、彼らと一緒にプレーするのは本当に楽しかった。と話し、続けて、クロースは朝4時半に、本当なのか、とメールを送ってきやがった。寝かせてくれ、と伝えたよ、と明かした。契約交渉で忙しく、休めないカゼミオが不利。一方で、マンチェスターユナイテッドはブレントフォードに0-4と大敗するなど開幕2連敗。カゼミロは移籍のモチベーションになったと明かし、この時ラインに、僕が解決すると伝えてくれと、すでに臨戦態勢に入っていた。マンチェスターユナイテッドでは入団イベントが盛大に行われ、クラブ公式がその模様を公開。カゼミロがクラブチャントで出迎えられるものだが、とあるサポーターが公開した同じシーンの動画では、オーナーへの抗議の歌だったと暴露される。一部のファンに、恥ずかしいことだとコメントされたほか、どっちがフェイクかわかん、いずれにしてものダメなオーナー、逆にすげえとちょっとした騒動になるなど、カゼミロは暴行構成探偵のようにいつも事件に巻き込まれててじわります。22年10月、チェルシー戦。後半アディショナルタイムにカニウムゴールを決め、引き分けに持ち込む。劇的な幕切れに、ゴールセレブレーションではバッキバキ。別の試合では、お手本のような膝すらでオールドトラフォードの芝を削りまくり、サポーターを煽りまくり、1年目とは思えない暑さでサボに歓迎された。
この頃マンチェスターユナイテッドで印象的な選手を聞かれるとラッシュフォードと答え、さらに個人的な意見だがうまくいけば世界でトップ5に入ると太鼓判。そんなラッシュフォードはゴールを決めると耳に指を当てるゴールパフォがおなじみだが、カゼミロは本人以上に感情を大爆発、主役そっちのけでサポーターと抱擁を繰り返しバチクソに大絶叫するので正直邪魔。23年2月 2-1 で勝利したクリスタルパレス戦、65分過ぎには乱闘が勃発、 VAR でカゼミロがヒューズの首を掴んで一発レッド。試合後敵将ビエラがこの時のことを聞かれると、遠くてよく見てないし自分は関わりたくない、罰金や出場停止になりたくないので次の質問を、とメディアだけでなくカゼミロの報復を恐れて質問を交わした。なお翌月のサウサンプトンでも足裏タックルでレッドカード、1ヶ月余りで2度退場するも、この日の主審と首つかみの VAR 審判が同じでユナイテッドの敵と話題になる。この時退場を言い渡されると虚無の顔を見せ、歓喜のシーンとのギャップにつぼります。同月 EL でバルセロナと対戦、この試合では過去のライバル相手に獅子奮迅の活躍、ガリとのマッチアップでは余裕の表情を見せ SNS にこのシーンが投稿される。ネット上ではここだけクラシコ、カゼミロはやめとけ、タックル一発でキャリアが終わるとコメントが寄せられる。さらにこの投稿には現在進行形でバルサとやり合うビニシウスがいいねしている。同月リーグカップ決勝でゴールを決めて優勝に貢献、試合後ラッシュフォードはカゼミロはリーダーシップなどで大きな地鳴りを生み出す、彼がいると安心感があると明かすなど、マンチェスターユナイテッドでもボディガードぶりは健在だった。一方でチームメイトが歓喜に沸く中、カゼミロはブルーのフェルナンデスを振り向かせ教育的指導を行っていた。また後のアストンビラ戦でも同じようなシーンが、勝利したにもかかわらずまたしてもブルーのフェルナンデスに鬼気迫る様相でガン詰め、この時いつになくバッキバキでバチクソに決まっていた。 FA カップ準決勝で日本代表の三笘が所属するブライトンと対戦、この試合は PK 戦の末マンチェスターユナイテッドが勝利する。2人目のキッカーとして PK を成功させたカゼミロだが、味方のキックの場面が見れなかったり、デヘアに不思議な踊りでエールを送ったりとやりたい放題だった。ちなみに集中状態のデヘアはアタオカなカゼミロでなくウォーターボトルのカンペを見ていた。マンチェスターユナイテッド1年目終了後のオフ、 SNS の投稿で新ヘアスタイルを投稿するも不評、さらにフォーデンの髪型似合う人ゼロ人説、綺麗なジャイアンといじられる。またここの写真では体型にも注目が集まり、ラッシュも風も蜂に刺された太ったシマリスとコメント欄が盛り上がった。というわけで風見ろの50のエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録をお願いします。感想やあなたが好きなエピソードもぜひコメントでお聞かせください。皆さんのコメント参考にさせていただいています。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。